正直絶対勝てないと思ってたの。え、嘘でしょ。いや、みんな言ってたよ、もう西絶対負けたらよくあいつ言ったらみたいな感じだった。え、嘘でしょ。すごいよ、マジでテレビで見てたもんな。世代っすもんね、だって不思議な気持ちになったもんだから。いや、僕もっすよ。あれ終わってからさ、殴ったもんだわって終わった後にも思いましたもん。いや、ナルバテクラス殴ったよな、倒したよ。マジで、ミッシーが UFC チャンピオンぐらい強く見たもん。ストーン言ってましたもんね。うまかったな、マジで。びっくりしましたね。こんなパンチ打てんだね。いや、びっくりしたね。たまたまっすね、多分。たまたまじゃないよ。マジで強えよ。いや、びっくりした、あれ。いや、たまたまじゃ勝てなくないですか、ね、絶対無理。あの後が儲けくそ悪くなったっすかね、これ。あの一発で。あ、ラッキーと思って。よかったと思って、あともう消化試合やなと思って膝狙ってたのね、ずっともう。そう、だから膝も勝てると思ったからウィーザー言ってたもんね。あれでまたフック合わせられた。大丈夫です、あいつもう思考に見てました。見てました。いやー、そうだ、一発この左フックあの逆にめちゃくちゃまずいそう。逆にめちゃくちゃまずいそう。なんか狙ってんのかなと思った。いやいや、めちゃくちゃある。そう、飛び出で負けた西谷くん慰めて取るやな、それが良かったな。ついに自虐に走ったかと思ったけど、そう、みんな俺が負けるの期待してるかな、飛び出で。あれダメやな、その風潮。いいよ、だってメイザーそうだからね。まあそれで一番稼いでんだからさ、やっぱ見たいってなるよね。あれよね。そう、あれでも勝ったらアンチめっちゃ多いっすからね。いや、そうだね。いや、西谷君にはね、原因があります。大盛り食われたくないっすよ。確かに、似たにくいっす。大盛り食われたら俺もおしまいやん。一言多いだよな、やっぱり。でもあそこは言わないとね。あえてね。そう。いや、でもあれは僕はクラウスを救うために言いましたけどね、僕の中で。救う、確かに。そう、その一般の人には分かんないんですよ。絶対に分かんないんですよ。どうしにはやっぱ勝てませんね、実際って。クラウスに、なんで、情けじゃないですけど、やっぱ昔はすごかったけど、年取ってからここに出てきても勝てれないよっていうのを。なるほど、なるほど。そういう意味で。そうそうそうです。これからは俺が背負うってことだね。そういうことでしょ。まあ、クラウスは背負わんかどんな。俺が格闘技界を背負ってきたら、そうそうそう。もう、年寄りの出番じゃないぞって。そうです、そうです。ブレイキングダウン全勝でしょ。いや、何が起きてるんですかね。え、全勝だよね。全勝。マジで、でも多分ルール的に強いんだろうな。俺多分もうあれですね、格闘界の手にブレイキングダウン選手だった方がいいですね、多分。俺思いますもん。俺、ニッシーブレイキングダウンルールって勝てないと思う。いや、俺、結構負ける気しないと、誰にも。だよね。いや、今にも。いや、多分、最低限1分だったら、僕、ミクルさんにも勝てるんじゃないかって。でも、マジでやった。いや、これ、対談の時言ってよ。いや、ほんまに笑いなしで、マジで思ってて、1分だけだったら、マジで本気でいけるし。でもマジで本当に強いと思う。なんか多分そのために生まれてきたんじゃないかみたいな。だってみんな4かな ?5 かな ?5 か5、6、7、8、9出てます。5-0 か。5-0っす。やば。なんかね、なんか安心感はすごいもんね。なんか。絶対負けないですよ。いや、マジで。ライジンの時のなんか西吉とか、どうかなってなるけど、メイキングダウンの時の負ける割は見えないもん、全く。例えばさ、そのまあその団体とか、そのもう、うん、全て取っ払って、はい、次ブレイキングダウンで誰でもいいよってなったら団体とかそれミクルさんの芝居たいですよ、ね、これいつもボコボコにやられてもらって絶対どうか回ってから喋ってもらって危ない危ないどうか回ってから絶対日頃の恨みをね話さないとなでも1分ならでもワンチャンあると思ってますそう最終体重はまあ別に何キロでもいいですね、ミクルさんできるなら。今差はあるの？そう、いや、まあ、ミクルさん結構70後半ぐらいもあるじゃないですか、もともと。僕70前半しかないんで。ああ、全然違う。今回、まあ、ブレイキングダウンもあれですよ。毎回僕、66で前日だった試合してますけど、今回も 72.5 だったし。バラバラでやってる。そう、横田さんの時は75でやらされたし。それでも勝ってるからな。はい、足りねえよ、ごめんなら。確かに。マジで。確かに、だって、ディープ元チャンピオン行って、K1 王者行って。親父狩り何したりって言うんだから。でもさ、なんか、現役の立ち技のチャンピオンとかワンチャンあるんじゃない？いやもう1分やったね。1分だろ。あるじゃん。行きそうな気がするよ。1分の爆発力やばいよ。取らないですか、そろそろ。もうじゃあ、あれ、ご視聴ありがとうございました。いや、こんな感じで取るか、じゃあ。こんな、もう一回やろ、これ。もう一回、もう一回、ワンチャン。いや、何回もできるよ、別に。何回もできるよ。本当にすごいよ。でも普通、あれっすね、普通の格闘家で出たくないっすね、絶対。あ、危ない。しかないから。すごい、俺やりたくなるもん、やる必要もないし、絶対。ちょっとやってみたい感じはあるけどね。でも、リスクがでかいからね。確かに。いや、
ごいね、やっぱり。カイさんと一緒にめちゃめちゃやっぱ合いそう。危ねえ、危ねえ、絶対。やっぱ、すごかったっすね。すごかったっすね。撮ってない、撮ってた。いけんって、もう。これ、オフの時にさ、ダメよ、それ。まあでも、ぶっちゃけっすけど、別に変わんないっすから。全然このままだよ。なっちゃう。さすがです。さすがです。お前が、俺らが欲しかった、以上まで。やべやべやべ。これ、それお肉さんがボコボコされることやって、やべえわ。どうしよう。俺らが欲しいやつ以上のやつが取れちゃったっていう。これ大丈夫、俺ちょっと泣きそうでいいか。泣きそうでいいか。やばいわ。いやちょっと、みくるさんはしばかないと、はい、並んでいただいて、あちらに。みくるさんはしばかないといけないかな。おい、ボイスメモ取ったんじゃねえぞ、この野郎。1分だったら、1分だったらね。1分、俺がやるの1分の話だ。負ける気がしない。負ける気はしないっすよ、それ。負ける気はしないってことで、はい。はい、ということで、検証結果。やっぱ調子乗ってました。しかもめちゃめちゃいや調子乗ってないですよ、別にこれ普通の僕ですから。確かに確かに、うん